青木さんは日頃から美容への関心が非常に高くサラリーマン美容という言葉を提唱なさっていましてメンズスキンケアの大切ささまざまなメディアでも発信なさっていらっしゃるんですがリアルユーザーの青木さんから見た戦火の魅力どんなところでしょう戦火の魅力ちょっと2時間ぐらいお時間いただいてもいいですかちょっとそれはご遠慮い短くきゅっとまとめますとまずなんといっても。 泡が本当にこう濃密で小さい毛穴よりも小さいんですよねで洗顔する時に、まあ、どうしても特に男性はゴシゴシこすっちゃう人が多いんですけれどもその摩擦もあまり良くないんですよですのでこの洗濯のこのパーフェクトホイップの泡を乗せてちょっと動かすだけでしっかり汚れが落ちるで汚れが落ちた上で皆さんに体験していただきたいのはその お肌が突っ張らない。しっとりしてる。これは本当にユーザーしかわからない驚きですよね。いや、説得力ありますね。うまいですね。いやいや,いや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 。いや <laughs> 本当にそれだけ。あの初めて使った日から感動してますし、その感動が毎日使えば毎日味わえると。 潤いが残るというのが一番のポイントかもしれませんじゃあそんな青木さんにとってのスキンケアのルーティーンだったり最近のブームって何なんですか、はい、あの私はサラリーマン美容というのを提唱してるんですけれどもそんなにこう難しいことじゃなくて洗顔して保湿をして UV ケアをするもうこれで9割だと思ってるんですよね。で特ににに大事ししてている例えば UV ケアに関しては冬ででもも曇りでも 室内にいても日焼けをするときがあるので毎日、だから自分の仕事内容とか活動内容にとか天気に応じて SPF10、30、50とこう使い分けたりだとかあとは、えー、塗り直しをしたりだとかそういうケアを日々してますでもそんなに難しいことじゃないと思うんですよね先ほど言ったこう洗顔して保湿して UV ケアをするともうこれだけだけと思いますりいや意識高いなーって感じしますけれども。<laughs> はい どうですか土屋さんは何かルーティーンありますか？そうですねあのー、基本的にあのやっぱパーフェクトホイップのようなこうもちもちした肌を目指したいのであのー、保湿は気を使っているなというふうに思いますで季節とかによってあのー お肌の、ね、コンディションとかって違うと思うんですけれども、うん、それによってちょっと、まあ、ケアの仕方を変えたりしてあのみずみずしさを保てるように、あのー、努力をしてますやはりねお二人ともに意識の高さを伺えるわけなんですがさあ 先ほどプレゼンの中でも少しご紹介があったんですが今回選果「パーフェクトホイップ」がリニューアルするにあたって長いい時間ををかけて研究開発を行いましたせっかくですのでクイズ形式で新商品「パーフェクトホイップ」について一緒に学んでいくことにいたしましょうさあ今番号が書かれたパネルをお配りいたしましたがこれから3択のクイズを出題いたしますので、うん、正解だと思う番号の札を上げていただきます。よろししいいでしょうかはい さあそれでは早速まいりましょう第1問です今回の新商品パーフェクトホイップ開発にあたっては専科が行った調査にてスキンケアとして洗顔料を意識していないとの声が見受けられ開発チームが奮起した背景がありますでは意識していないと回答したその数は一体どれくらいだったんでしょうか割6割割 さあそれでは答えを選んでいただいてフリップ出しししていいただきままょうお願いします2番そして1番ということで<お>土屋さんは2番の6割ぐらいじゃないかな青木さんはあ1の4割ぐらいじゃないかなということでちょっとガチンコ勝負になっていますので <laughs> お二人ともに何かこう違う答えが出ていますけれども、うん、正解見てみましょう、はい、正解はこちら。 3番の8割ということで、お二人ともにちょっと驚き顔ですけれども、日々のスキンケアについてお二人に伺いましたが、生活者の皆さんもスキンケアに対する意識の高さあるにもかかわらず、スキンケアの初めの一歩と思われていた洗顔が実は スキンケアとして、みなされていないという事実が判明したんです。土屋さん、この結構驚きですよね。そうですね。ちょっと驚きですね。あの。汚れを落とすことと。あの。ケアをすることっていうのが。あの、スキンケア、あの、違うってことですよね。違うってみんな意識して。ってっし持ってるってことですよね。うん、なんか、私は勝手に、あの、スキンケア。 が洗顔から始まるって思っていたので意外でした、はい、6割でも結構な方が知らないんだなと思いますけど、えー、8割となるとほぼ,とほ,ぼ,ほ,ぼほぼですからね,ね、うん、大木さんどうですかこの結果、ね、半分弱だと思っていたので8割ってのは予想外ですねだからその洗顔で落とすっていう行為とそのスキンケアで何かを与えるという行為がこう別々であると頭の中で 思ってしまっているということになりますよね。そうですよね。こ、うん、うさらに補足をさせていただくと、一方生活者の皆さんが求める理想の洗顔料というものがあることも判明したんです。それが汚れ、落ちは当然素肌のコンディションをマイナスからプラスに引き上げてくれるような洗顔ということなんです。いや、ちょっと欲張りだなという感じもするんですが、<laughs> このご意見、土屋さんどういう風うに思われますか？あ、私も。 それは理想だなっていう風にすごく思います。なんかまあ、気持ち的には洗顔料にもその洗顔するにもスキンケア効果があったらいいなって思ってるっていうことですもんね。ねなんか汚れを落とすと同時に、あのケアができるっていうのは素肌のケアができるっていうのはすごく嬉しいなという風うに思います。 本当ですよね。ご生活者の皆さん、かなり欲張りだなと思いますが、青木さんどうご覧になりました。まあ、そうです。それがもう究極系というか、<ー>理想系でもありますよね。<ー>それも私自身も追い求めている理想の洗顔料です。というような調査結果を受けまして、戦火の開発チームが動き出したんです。ということで、続いてのクイズいってみましょう。2> <あ>第2問です。<あ>今回のリニューアルで最大の鍵となるのは？ ミクロ美容泡この泡の実現にはなんとおよそ3年もの歳月を費やし多くの試作を繰り返したとのことなんですでは一体何回の試作を経てこのミクロ美容泡が誕生したんでしょうか1番500回2番700回3番1,000回以上では答えを選んでいただきましょうお願いしますじゃん3番そして青木さんが 二番です。<番>これ、私、えー、あの、自信あります。えー、あ、本当ですか。これの単純な計算で出るんですよ。一年三百六十五日じゃないですか。で、そのうち休日の数を引くと、働いてる日数は二百五十日なんですね。二百五十かける三で七百五十ですから、単純計算でこれ二というね。七百回という数字が導き出されます。なるほど。<A> さあ、どうなんでしょうか。正解見ていきましょう。こちら。三番の旋回場。 土屋さん、お見事でーす。はい、うんちく語ってましたが、残念。いや、これね、千回以上もの試作を繰り返したということで、ほぼもう。毎日のように研究を重ねて、専科、うん、史上最も小さいきめ細やかな泡。ミクロ美容泡が完成したんです。うんうん、いや、お見事ですが、この数すごいですよね。だって、本当にパワフルで、美しすぎます、もん。だから。うん そのまあ、1,000回くらいかなって思ったけど1,000回以上ってなるとやっぱすごいですよね繊細なこう研究であったりとか調整を積み重ねてこんなもうもう何だろうフわフふわを超えたモフモフの泡になったんだなと思うと感動します。納得の回数ですけれどもどうですか1000回ですよ考えてみればもともとめちゃくちゃ小さい泡を。 さらに小さくするための研究っていうんですからね、うん、本当に大変な試行錯誤を繰り返したんだなというふうにその開発チームの努力には本当に頭が下がりますねありがとうございます驚いていただきました